こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、ユニクロでこの夏買うべき服は、 この4点だけでいいというテーマでお届けをしてみたいなというふうに思っています。まあユニクロはですね、結構たくさんのアイテムがあるので、お店に行くとですね、何買ったらいいのかわからない、そう思っている男性は少なくないかなと思うんですね。まあ僕自身ですね、服のプロではあるんですが、まあ頻繁にユニクロに行って、あまりにですね、商品量が多くて圧倒されることが少なくないんですが、その中でもよーく観察をしてみると、僕たち大人世代が買うべきものっていうのはですね、結構限られてるなと思うんです。 その中でも今回はですね4点だけに絞ってこのアイテムを持っておけばまず間違いないですよというものをですね皆さんにご紹介したいなと思ってますのでぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています、まあ、今回ご紹介する4点というのはすごく値段的にも買いやすいですし服のプロである僕が見てもですねこれは私服として存分に使いたいなというものばかりなのでぜひ参考にしていただければなというふうに思っています こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべく分かりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しましては僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしています。まあそちらのチャンネルでは週に3、4本くらいのペースでかなり本音の情報をですねガンガン出してますのでよかったらですねこちらの動画の下にリンクを貼っておきますので気になる方はチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。 はい。ということで、まず1点目のアイテムから解説をしたいなと思ってるんですが、今僕が着ているこちらですね。半袖のオープンカラーシャツ、色に関してはですね、まあ、ちょっと迷ったんですが、ブラックとオリーブ、今回は2色買ってあるんですけども、 僕はですね、オリーブ、こちらをお勧めしたいなというふうに思っています。まあ毎年ですね、ユニクロはこのオープンカラーチャツ定番で最近はやってるんですが、毎年ですね、クオリティが上がってきてまして、今年の仕上がりもかなりいいなと思っています。まあデザイン的にはすごくオーソドックスで使いやすいんですけども、まあサイズ感は今の雰囲気に合わせて少しゆったりめになってるかなと思っています。それでもですね、僕は普段 S を着ることが多いんですが、あえてワンサイズ上げて M サイズを選んでですね、さらに少しゆったり感を出してるんですが、 それでもですねあまり大きすぎる感じはないかなと思うのでまあ、ベーシックに着たい方であれば通常サイズでいいかなと思うんですが少しですねトレンド感出したい方はワンサイズアップも雰囲気いいかなと思っていますまあ、なんといってもですねこの色合いがすごくいいんですねオリーブというとちょっと秋冬っぽいイメージを持っている方も少なくないかなと思うんですが結構ですね最近は春夏でもこういった色を着る機会は増えてきてるのかなと思っています、まあ、ユニコーでも展開がありますしあとは各種セレクトショップでもこういったオリーブ系の色というのは結構 ですね、置いてあったりするので、この夏なんかはですね、ちょっとしたアクセント代わりにこういったオリーブ系をですね、使ってみるのもいいかなというふうに思っています。とにかく肌触りも良くて軽いので着心地もですね、めちゃくちゃいいんですね。それで言って金額ですよね。 2000円という驚きの価格。このコストパフォーマンスの高さを超えるようなオープンカラーシャツは出てこないと思っています。そしてボタンなんかのですね、細部のディティールもですね、チャッチくならないようにかなり雰囲気が良い形で仕上げてあるんですね。 まあボタンに関してもですね、本物ではないんですが、まるで買いボタンのような雰囲気にですね、しっかりと加工してあるので、こういったディティールを見てもですね、すごく完成度の高さが感じられるかなというふうに思っています。まあこのようなオープンカラーシャツだと、ネイビーだとかブラックが定番色なんですが、そこをあえてこのようなオリーブを使うことで、少し人との違いというところも楽しみながら、皆さんにはですね、夏場の着こなしを楽しんでいただければなというふうに思っています。 ということで、まず一つ目はユニクロの定番アイテムとなっているオープンカラーシャツ、こちらをお勧めさせていただきました。はい、続いて2点目のアイテムなんですが、今僕が履いているショートパンツなんですね。 ちょっと見えづらいので上に登ってみたいなというふうに思っていますがこちらはですねユニクロと JW アンダーソンのコラボレーションラインのですね2タック地のショートパンツなんですけどもこれがですね地味に使い勝手が良くて個人的にはですねすごく気に入っています、まあ、発売された頃はですねまだショートパンツを履くような時期ではなかったのでちょっと買おうかどうか迷ったんですがようやくですね5月になって活躍の機会が出てきたわけなんですがこれがですねすごく使い勝手がいいで いいんですね、ショートパンツにもいろんなものがあって僕はです、ね、グラミチのものとかを愛用してるんですけどもこちらはです、ね、少しゆとりのあるサイズ感になっているんですね。というのも名前にもあるとおりタックが入ってるんですね。もううちょっとと近くででお見せしたいなと思うんですが ここにタックが入っているので腰回りにゆとりがあってあとは裾幅もですね決して狭くないんですねある程度ゆとりがあるような今っぽいショートパンツになっているかなというふうに思っていますそれでいて色はですねダークグレーということで結構大人っぽい配色になっているのでこれがですね意外に使い勝手がいいかなというふうに思っていますなかなかですね大人の男性がショートパンツというと拒否反応を示す方もいらっしゃるかなと思うんですがこれぐらいであればですね割と僕ら世代でも使い勝手がいいかな というふうに思ってますまあ、夏場は純粋に暑いというのとですねこういったショートパンツを履きながら足元のスニーカーで遊ぶみたいなもいいかなと思うので今僕はですねニューバランスのスニーカーを履いていますがこういったものでもいいですしあとは苗木のですねエアリフトだとか手刃のサンダルとかを履きながらショートパンツで足の露出を上げながら足元で遊ぶというのもいいかなと思うので今期のこの jw アンダーソンのショートパンツはかなり狙い目かなと思っていますまあ、通常のユニクロのラインの中にもですねこういったショートパンツ パンツはあるんですがその中でもですねデザイン的にも凝っていてなおかつ色合いもいいのはですねこの1本だけかなと思ってるのでちょっとレアなアイテムではありますがオンラインですとかあとは大型店舗でですねぜひ皆さんには探していただければなというふうに思っていますはいということで3点目のアイテムはもう皆さんもご存知の通りユニクロ U のエアリズムオーバーサイズ T シャツですね これがもう間違いなく鉄板で買うべきアイテムかなというふうに思っています。昨年発売されて一気にですね、ユニクロ U の 看板商品になったのがこちらの T シャツかなと思うんですが、まあ、正直ですね似たような T シャツというのは様々なブランドからリリースされていましてユニクロにもあれば GU にもありますしあとはですねもっと価格帯を上げてセレクトショップのオリジナルだとかあとはですねオーラリーの T シャツとか様々な価格帯のものがあるんですがその中でもですね価格と色合いですとかデザインすべてのバランスが取れているのはこのユニクロ U のエアリズムでまず間違い 違いがなないいいかなという,ふうに思っています僕自身ですね T シャツは好きなのでいろんなブランドで購入をするんですねまあ、セレクトショップのオリジナルも持ってますしオーラリーのものとかも着たことがあるんですがその中でもですねこの1500円という価格帯で この色合いですとか、このシルエットというのはですね、かなり驚くべきものなのかなというふうに思っています。サイズ感に関しては、ややゆったりめにできていまして、僕は今ですね、普段着るサイズのワンサイズアップした M を着てるわけなんですが、それでもですね、着丈が決して長すぎないこと、身幅には適度なゆとりがあって、あとはですね、袖が長くなっているので、 単体で着ても退屈な感じがしないんですね。これがタイトなシルエットの T シャツだとどうしてもですね、今っぽい感じがしなくてちょっとこう時代遅れ感が出てしまうんですが、こういったややゆったり感が出るような T シャツというのは1枚持っておくとすごく便利かなと思っています。 僕はですね、やや痩せ型の体型なんですが、意外とですね、ぽっちゃり体型の男性にもよく似合うんですね。お腹が出ていてもですね、このゆったりめのサイズ感のおかげで、うまくカバーができるので、1枚持っておくとすごく便利なのかなというふうに思っています。そして、カラー展開の多さも結構魅力なんですが、僕もですね、トータルで5色ぐらい買ったんですが、その中でももう断然おすすめなのが、今着ているこちらのグレーですね。 これが最終的には一番気に入って3枚購入してですねローテーションで回してるわけなんですがこのグレーという色はですね T シャツ1枚だとどうしてもカジュアルに見えがちなんですがグレーという色のおかげで程よく色が引き締まりますしブラックほどは重たくないので意外と使い勝手がいいんですねこの都会的なグレーの表現がですねすごく気に入っていて1枚選ぶのであればもうグレーこの一択かなと思ってますのでぜひ皆さんもチェックしていただければなというふうに思っています はい、続いてラスト4点目のアイテムなんですが、これまた僕の動画の中では定番になってるんですが、今履いてるボトムスですね。ユニクロのスマートアンクルパンツ。これはですね、なんだかんだで、これを超えるものって出てこないわけなんですよね。まあ、それぐらい僕の中では鉄板のアイテムなんですが、ちょっと全体像をお見せしたいので、上に登ってみたいと思います。 思っています。まあ、シルエットが絶妙だなと思ってまして、まあ、ユニクロには様々なボトムスがあって、こういったスラックス調に見えるようなアイテムの中では、あとは感動パンツというものがあるんですけども、 あちらはですね、もっとタイトなんですね。ですので、足は綺麗に見えるんですけども、どうしても今の雰囲気にはちょっと合わないかなと思ってまして、感動ジャケットに感動パンツのようなセットアップを作る上ではですね、すごく使い勝手はいいかなと思うんですが、単品で機るのであれば、今僕が履いているスマートアンクルパンツのような腰回りだとか、もも回りには 適度にゆとりがありつつも、膝下から細くなるパンツの方が、僕はバランスがいいかなと思っています。まあ、ビタビタに細すぎないところ、適度なやぼったさみたいなのを感じるんですが、それがですね、僕はこのスマートアンクルパンツの良さなんじゃないかなと思っています。まあ、長さもですね、最初から短めになっているので、くるぶしが見えるので、この春夏に関しては、ブラックを選んであげて、少しですね、素肌を見せてあげつつ、下は白のレザースニーカーで合わせてもらえば、完璧な下半身が作れるかな といいう,うに思っています、まあ、個人的にはもっとワイドな方が好きなのでユニクロ U のレギュラーフィットテーパードパンツですねそちらを愛用することが多いんですね もっとゆとりがあるんですが、ただですね、多くの男性に使いやすいのは圧倒的にこちらのスマートアンクルパンツかなと思っています。そして40代中頃からはですね、感動パンツのような細身のパンツで、あえて王道を狙うというのも悪くないかなと思うので、まあ、人によってですね、どんなパンツが合うのかは変わってくるかなと思うので、まずはですね、鉄板はこのスマートアンクルパンツ。もっとトレンド感を楽しみたい方はユニクロ U のですね、レギュラーフィットテーパード。 そして40代後半ぐらいの方からはですね、王道の感動パンツを揃えていただければ、まず間違いがないかなと思うので、このような三段活用をですね、頭の片隅に置いていただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では、 ユニクロで夏に買うべきアイテムはこの4点だけでいいというテーマでお届けをさせていただきました。どのアイテムに関してもオーソドックスで使いやすいんですが、その中にですね、ほんの少しトレンド感を感じるものばかりなので、ぜひ皆さんもですね、店頭ですとかオンラインでチェックをしていただければなというふうに思っています。まあ、今回ご紹介した4点の中で、個人的にはですね、ユニクロと JW アンダーソンのコラボレーションモデルのショートパンツ、これは良かったなと思っています。なかなかですね、在庫が少なくて、 見つけづらいかなとは思ってるんですが少し旬な雰囲気のあるですねワイドなフィット感のショートパンツというのは今年の夏ガンガン使ってみたいなと思ってますのでぜひ皆さんもですね頭の片隅に置いていただければなという風に思っていますこちらのチャンネルではこれからもですね大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべく分かりやすく解説したいなと思ってますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれではまた次回の動画もお楽しみに おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか限定動画では中級者向けのアイテムコーディネートからライフスタイルまで発信皆さんからのご質問のほか無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします大山旬のメンバーシップチャンネル